はい、いいフットボールパンツどうも収穫でございます。ということで、今日は、ボージャン、モリエンテス、そして、育成解説と、使用感の方、使いましたので、クリップを見ながら解説していければいいなと思っておりますということで、最近はですね、まあ、ここ1週間、ちょっと動画が1週間ぶりですね。ガチャが来なかった、いいガチャ来なかったりとか、まあ、ちょっと取り上げるまでもないなという感じでね、まあ、日本代表ガチャとかいろいろありましたけども、1週間ぶりということで、ま、いろいろちょっと変わりました、この1週間で。個人的に何を使うかとかがね、まず、ロングカウンターになりました、デシャン監督。ずっとシャビアロンソでショートカウンターやってたんですけど、デシャンで、ロングカウンターになっております。なので、ま、僕の解説動画の時にですね、まあ、今まではショートカウンターのこのシャビアロンソだったので、プラス1瞬発力がブースターだったんですけど、デシャンになるとスピードがプラス1になりますので、まあ、その辺もね、加味しながら見ていただけると嬉しいかなっていうのと、あとはね、フォーメーションが今この 4-2-2-2 に変わりました。まあ、いつもずっとサイドをね、使うフォーメーションだったんですけど、4-1-3-2 とかね、あとはまあ左ウィング1枚とかね、必ずサイド誰かしらいたんですけど、今はこのオムフにしまして、まあこれが今かなり良くて、使いやすくて、やっております。かなり勝ててるフォーメーションと、なっております。あとね、まあちょっとね、冨安が能力上、数値上は問題ないんですけど、なんか使っててね、真ん中たまになんかって時があるんで、今サイドバックになってます。洗う方とチェンジしました、場所。今まで洗う方は右だったんですけど、はい。まあ、これが今ね、結構割といいです。はい。で、あとは先週来たカンナバーロ。カンナバーロね、DMF ついたんで、今これセンターバックじゃなくて DMF でたまに使ってます。まあ、ただ別にカンナバーロである必要はないなっていう感じが、してますということで。お待たせしました。ボージャン、モリエンテス、タレントデザインだった育成紹介をまずしていきましょう。よろしくお願いします。まずボージャンですね。この育成は CF で、スパサブで出す育成で、想定で考えて育成しました。ウィング育成だともうちょいね、ドリブル数値とかを上げてもいいし、決定力ここまでいらないかなみたいな感じですかね。シュート9、ドリブル8、クイックネス9、脚力10という感じですね。僕ちょっと邪魔ですね、これね。はい。こんな感じ。もう一回言いますね。シュート9、ドリブル8、クイックネス9、脚力10で、まあ、センターフォワードで使うイメージ。まあ、本当はね、エアバト振りたいんだけどね。まあ、ただ、ちょっと振ったとて、初期数値57なので、8ポイント上げてもやっと65と。いうかね、まあ、ちょっともったいない。8ポイントとか振るのもったいないし、はたまた12ポイントなんてね、ちょっと振ってもね、うん、ちょっと見返りが少なすぎるなっていうことで、まあ、ボージャンはさすがにフィジカルは捨てました。はい。まあ、今の環境だとちょっと厳しい能力にはなってますね。はい。逆足は普通高いですね。スキルはダブルタッチ、足裏ついてるので、エラシコつければ特殊ダブルタッチと。ワンパスルパがないので、つけてあげなきゃいけないかなっていう感じですね。はい。続きまして、モリエンテスいきましょう。モリエンテスがね、すごいんですよ。まずはタレントデザイン。シュート5、ドリブル6、クイックネス13、脚力8、エアバト5という感じですね。で、ブースターはランダムで1個つけたら、シュートがつきました。まあ、良かったですね。シュートつくのは、割と嬉しいかもしれないです。はい。で、今5試合使って、まあ、5試合中2試合はね、スパサブ使って途中出場なんですけど、5試合出て、10ゴール4アシストしてるんですよね。使用感がバチクソいいです。なんか一人でドリブルして突破するとかないんですけど、ほんと最後いいとこいるし、あとは決定力がなんといってもね、91あって、オフェンスセンス99。で、フィジカルも90乗ってますから、うん。やっぱ今の環境にマッチした能力なんじゃないかな、みたいな感じで、かなりフィットしてます、モリエンテス。はい。続きまして。エトーですね。まあ、エトーももちろん強いです。はい。シュート4、パス1、ドリブル10、クイックネス8、脚力9、エアバト7。まあ、かなりバランスよく振ってますね。まあ、パスはちょっと捨て気味かな。で、スカッと入れるとこんな感じですね。ブースター込みでスピード100いきます。で、瞬発99、キック力90。で、フィジカルもね、ブースターこれ込みで、80にしてます。で、今、ブースターはこちらも、エトーはシュート1。これはもうセレクトでつけました。はい。で、こっちはね、5試合出て、9ゴール4アシストしてますね。やばいね。これは素晴らしいです。で、今ね、エラシコとスルパつけました。はい。エラシコつけると特殊ダブルタッチになります。ということで、やっぱフェノミナルフィニッシュもあるしね、この能力でフェノミナルフィニッシュあるって結構いかれてると思うんだよね。相当強いです。はい。ということで、クリップの方見ていきましょう。
はい、ということでいきましょう。ちょっとボージャンがなかなか取れなかったんですけどね。はい、まずはこちら、白と赤のユニフォームが僕ですね。これベリンガム抜けて、これはい、モリエンテス、気持ちいいやつ、これはいいですね。まあ、まずここでサイドで組み立てるのは僕得意ですけども、こうポケット入ってきたベリンガム、しっかりこれ決めきるモリエンテスと。これなんですよね、なんかすげえ決めきってくれんのモリエンテス最後のとこで。これエトークサビ入る、奪い返しベリンガム、モリエンテスからエトーイー抜け出し、ダブルタッチでシュート。はい、まあこれよくある形ですけどね、とてもいいんじゃないでしょうか。普通に使いやすい、エトーはやっぱりこの素晴らしっこさと、でフィジカルも80まで上がってきましたからね、もうほんとすごい。さあこれモリエンテス、エトーのワンツー、モリエンテスしっかり決めきるよという感じですね。さあ次はもう開幕からガン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 プレスいって、でヨングで縦に入れ、モリエンテス、ベリンガム、さあサイドまたビジャ来たけど中にはエトーで決めきる、素晴らしい。さあどんどんいきましょう。これ相手 DB1 でした、ちなみに対戦相手。さあこれ股抜けしたけど、モリエンテスいいパス入って、くさび入って逆までしっかり展開して、最後はエトー、いいですね。まあなんか最後のフィニッシュのところはね、なんてことないですけど、全員がいい動き出しをしてる感じがするんですよね。さあここボージャン入ったよ、モリエンテスダブルタッチして、ボージャン、なぜボージャンに出さないと思ったらそれ決めるんかい、モリエンテスね。今ボージャンに出せばボージャンの活躍シーンだったんですけど、モリエンテスがスーパーシュート打ちすぎて。さあこれこれね、特に得点つながんないんですけど、この後のモリエンテスのキープ見てほしい。これ相手リュディが相手にグッて、あれでしっかりキープしてくれるの素晴らしい、めっちゃいいなと思いました、このシーン。はい、続きましていきましょう。あ、これは奪って、まあスピシュンがあんまり高くないんですけど、あれ追いつかれねえなみたいな思ってクリップ残したシーンですね、これ。あれ意外と追いつかれねえなみたいな、はい、最後まで行った、行き切った。さあ続きまして、これはグアルディオラ通ってベリンガム抜ける、エトーもいい動き出し、最後はモリエンテスのいい動き出し。てか動き出しがマジでモリエンテスいいんだよね、なんか間違えない動き出し。やっぱオフェンスエースって関係あんのかね、あんのかねっていうか、あるねって。はい、これ縦モリエンテス入る、で相手がエトーの足元狙ってきたとこしっかりね、落ち着いて裏に出してエトーでシュートですね。さあこれも同じ形でね、どん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 縦に入れていって、さあこれクライフ抜けて、最後はラストパス、これフェノミナルフィニッシュ発動したかなって感じですね。体勢悪いけどしっかり決めきってる感じです。いや、フェノミナルフィニッシュね、大事なんよな割と。さあこれエトーから振り向きざま、ベリンガムから最後はモリエンテス、モリエンテス決めきってくれる、素晴らしい。まあちょっとこの試合はもう圧勝してる試合なんですけど、これでボージャンが奪って、モリエンテスダメ。さあこれベリンガムからエトー、これもフェノミナルですね。そう、これフェノミナルだから最後取っといたんです、このシーン。そうだ。やっぱフェノミナルフィニッシュいいよね。これ、枠しっかり決めきってくれるからな、この体勢の悪さで。しかも大で。素晴らしい。続きましていきましょう。ヘネス、エリクセン。縦に入れてモリエンテス、エトーで前向いてシュート!気持ちいい。強い。強いな、モリエンテスもだけど、全部得点絡めてる、しっかり。さあこれモリエンテス裏抜けてインパクトダイレ、モリエンテス皆さん取りたくなっちゃったんじゃないですか、これね。マジで今の仕様にね、モリエンテスみたいなタイプマジで合ってる気してきちゃって、ちょっとね、使用感が今のところ良すぎて、ちょっと飛ぶこれスカッと残るかもしれないです、今の仕様がなんか変わんない限りは、っていう感じで、今日の動画は終わりたいと思います。高評価ボタンだけでもね、無料でできますので、皆さんぜひよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方ぜひよろしくお願いします。スーパーサンクスもお待ちしております。それではまたお会いしましょう。さよなら。